アナポリス級駆逐艦は、カナダ海軍の駆逐艦の艦級サンローラン級の最終発達型として、1964年より2隻が、収益した。カナダ海軍では、1940年代以末より、初の独自石鹸大型水上戦闘艦として、サンローラン級の計画に着手し、1952年、発注分は、レスティゴー種級、 1957年発注文はマッケン G 級と順次に紹介成形を建造してきた。そして1959年の発注でサンローラン級系列艦の最終発達型が建造されることになった。これが本級である。蒸気の経緯より本級の基本設計はサンローラン級以来のものが踏襲された。 またサンローラン級シリーズで導入された各種の回収がすべて導入されており、格納庫やヘリコプター甲板も設置された。なお本級では後半にブロック工法が導入されたため、本級には明確な機構日時の発表はなく、また仙台上での建造作業が開始される以前から、実際の船体の建造は着手されていた。期間もサンラン級以来の構成が踏襲され、 出力3万馬力のイングリッシュエレクトリック製、ギアードタービンが搭載された。ボイラーは、バブコックウィルコックス社製の水管ボイラー2缶で、蒸気清浄は、圧力 43.3kg フォース、平方センチメートル、温度摂氏454度であった。レーダーは、サンローラン級と同様で、対空捜索用として、アン、SPS-12。12 対水上捜索用として、アン s p s 1 0を搭載していた。その後、1980年代のデレックス回収の際に、アン s p s 1 2は SPS-503 に更新され、一般公開用レーダーも新型機に更新された。この SPS-503 は CMR-1820 とも称され、 プレッシー社の AWS-4 レーダーのアンテナを利用して国内開発したものであった。ただしこのアンテナの運用成績は不良であった。ソナーとしては単身技として SQS-503、海底捜索用として SQS-501 のほか、可変振動式の SQS-504 を搭載した。 その後、1980年代のデレックス回収の際に SQS-503 は SQS-505 に換装されたほか、1987年から1988年にかけて SQS-504 の SQR-501 カンタスに換装され、試験に供された。 また1980年代のデレックス改修では、アドリップス情報表示装置及び CC、CCS-280、戦術情報処理装置を搭載し、リンク11の運用に対応したほか、ケーヌズ電波探知装置を搭載した。艦砲は、レスティゴーシュ級、マッケンジ級では、監視側の31番砲を70合計7 6トル連装速射砲、 完備側の32番砲を50口径 76mm 連装速射砲としていたのに対し、本級では、航空偽装の設置に伴って32番砲は、省かれ、また、上部重量増大を補うために31番砲は、50口径 76mm 連装速射砲とされた。砲射撃式装置としては、環境上にマーク69を備え、後に、 デジタル化されたマーク60に更新された。上記の通り、本級では DDH 回収後のサンローラン級と同様、シーキング紹介ヘリコプター1機分の格納庫及びヘリコプター乾板を設置した。完備乾板にこの航空偽装と可変深度ソナーを設置したことから、対戦兵器は DDH 回収後のサンローラン級と同様。 完備看板に3連装のリンボーマーク、重対戦迫撃砲一機を設置するのみとされた。また後に324立方ミリメートル連装、単魚雷発射艦も搭載された。本級の2隻はその艦歴の大半をカナダの沿岸で過ごし、アナポリスはエスクワイモルト海軍基地を、ニピゴンはハリファックス海軍基地を拠点として活動した。 ニピゴンは1983年6月27日から1985年5月22日、また、アナポリスは1985年8月から1986年8月にかけて、関連延伸回収が行われた。これは、蒸気のように、各種伝送品の更新を伴うものであった。その後、1992年より、後継となる、 ハリファックス級フリゲートが収益を開始したのに、伴って、1996年にアナポリス、1998年にニピゴンが退役して運用を終了した。ニピゴンはカナダ海軍の戦闘用艦艇としては、最後の蒸気動力艦であった。ありがとうございます。